ティモレツヘルトは、オランダプルメレント出身のサッカー選手。AG アルクマール所属。ポジションは DF。レツヘルトは、地元アマチュアクラブのストブサッカーを始めた。ここでプレーしている時に、アヤックスのスカウトに、アヤックス加入を勧められ、同クラブに移った。しかし、2008年に低身長を理由に、クラブから放出された。アヤックス対談後、 HFC ハールレムの株組織に加入し、2年後に SC ヘイレンフェーンと FC エメンが共同保有するアカデミーに移籍した。アカデミーで2年を過ごし、FC フロー人間のトライアルを受け、見事合格し3年契約を交わした。2013年4月13日、ヘラクレス・アルメロとの試合でプロデビューを果たした。2014年1月30日、 クラブにおける控えという自身の立ち位置に納得いかず、クラブと双方合意の上で契約を解除した。契約解除の1日後、エールステディビジノローダ JC とシーズン終了までの短期契約を結んだ。2014年9月1日、エールディビジノ FC ユトレヒトに2014-15、シーズン終了までレンタルされることが決まった。また、契約には買取オプションがついている。 2016年8月3日、初の海外挑戦の場として、US サスオーロカルチョに移籍した。契約期間は4年間。2018年8月17日、2018から19、シーズン終了までの契約で、ユトレヒトに復帰した。2019年7月24日、ハンブルガー SV に1年契約で加入した。ハンブルガーを退して、無所属だったところ、 AG アルクマールからのオファーを受け、3年契約を交わした。2016年3月、親善試合のフランス代表戦を控えるオランダ A 代表に初招集されたが、出番はなかった。ありがとうございます。